ハロー YouTube、どうもマサルです。今回はサムソンから最新のスマートフォン Galaxy S24 シリーズこちらが発表されましたので、えー、詳細なスペックなどをご紹介したいと思いますなおこちらこの最新のスマートフォンの情報は日本向けのサイトサムスン .com スラッシュ JP こちらの方でももう日本語で確認できるようになっています ということですので、まあ、これらモデルが今後国内で発売されるというのはほぼ確実と言います時期的には、まあ、春前頃には発売がスタートするものと思いますので今年前半何かハイスペックなスマートフォンを購入しようと思っている方そういう方はぜひ今回の内容を参考になるかと思いますでは早速ご紹介したいと思います まず、ラインナップからご紹介します。ラインナップは、Galaxy S24、それから Galaxy S24 Plus、そしてもう一つ、完全なフラグシップモデル、Galaxy S24 ウルトラ。この3つのラインナップとなっています。ラインナップ的には、昨年の Galaxy S23 シリーズを踏襲する形となります。 もう数年前から Galaxy Note シリーズは廃止されており Galaxy Note に代わるモデルがこの最上位の Galaxy S24 ウルトラということになりますでは各モデルやはり気になるのはスペックかと思いますので、えー、その辺ご紹介していきたいと思いますざっと各モデルのスペックをまとめたのがこちらの表となります 各モデルの詳細なスペック見ていきたいと思います。まあ、ちょっと文字が小さいかもしれませんので、えー、詳細なスペック読み上げていきたいと思います。ラインナップにつきましては、冒頭ご紹介しました S24、24プラス、24ウルトラ。この3つのラインナップとなっています。まず、最もコンパクトで、まあ、スペック的には一番下のモデルになりますが、Galaxy S24。 こちらのスペックとしましては CPU がスナッパーゴン8 Gen3 4 Galaxy ということでスナッパーゴン8 Gen3 ではありますが若干カスタマイズが加わった CPU が採用されていますこの辺も昨年のモデルと同じような傾向となりますストレージ容量はあ256キャ、512キャ、1TB メモリは 8GB ディスプレイサイズは6.2インチでシリーズの中で最もコンパクトなモデルとなりますディスプレイはあ有機ゲールディスプレイ明るさは2602ととても明るいディスプレイとなっていますリフレッシュレートは 1Hz から 120Hz まで、えー、切り替える可変タイプのリフレッシュレートになります大きさにつきましてはあ 縦持ちした際の大きさで幅が 70.6mm 高さが 147mm 厚さ 7.6mm、えー、ポイントとしましてはやはり幅が 70.6mm7cm、えー、しかないということでとてもスリムでコンパクトなモデルになります重さもシリーズの中で最も軽量で 168g と一般的なスマートンアンドロイドなどのスマートン iPhone を含め、えー、かなり軽量なモデルになります 一方で、軽量ではありますが、バッテリー容量は 4000mAh と大容量のバッテリーを搭載となります。カメラは、5000万画素、1000万画素、1200万画素、広角、超広角、望遠の組み合わせになります。インカメラは1200万画素、防水は IP68、生体認証は顔認証、画面内指紋認証、両方に対応。 SIM カードは E-SIM に対応充電につきましては 25W の充電に対応です急速充電の定格一番下が 18W から急速充電と呼ばれていますがそれよりも高い急速充電に対応となりますがシリーズの中では一番充電速度は遅くなっています、まあ、この S24 はハイスペックな CPU を搭載しつつも 加工を抑えたモデルという位置づけでもありますので、この辺の使用は少し控えめとなっています。一方のシリーズの中で中間のモデル、Galaxy S24 Plus。こちらは、ラムの方が12イヤ先ほどの Galaxy S24、言い忘れていましたが、ラムは8イヤでした。ですので、それよりも、このラム容量は大きく。 一方で、ストレージは256 g b 512 g b ラインナップが少し少ないのが特徴です。ディスプレイにつきましては6.7インチの UKL ディスプレイで、ディスプレイサイズは S24 よりも一気に大きくなります。こちらも UKL ディスプレイ1 2602と、1Hz から 120Hz の可変リフレシュレート、本来のサイズは幅が 75.9mm、 高さは 158mm 厚さ 7.7mm 厚さこそほとんど変わりませんがやはりディスプレイサイズが大きくなる分横も縦も S24 よりも大きくなります重さも約 200g とそれなりの重さになりますバッテリー容量は 4900mAh カメラにつきましては S24 と同じ 広角、超広角望遠の組み合わせでガ素数は5000万画素1000万画素1200万画素インカメラも同じ防水だったりあと静体認証この辺も共通です充電速度につきましては 45W とこちらは倍近くの高速な充電に対応となりますそしてシリーズの中で最上位モデル まあ折りたたむことができない一般的なフラットタイプストレートなスマートの中ではサムスンのスマートの中でフラグシップに相当するモデルそれがこの Galaxy S24 ウルトラです CP はその他のモデルと同じ RAM は1 2ギ z r o m は2 5 6 g b から 1TB レスペイサイズは6.8インチの有機ゲルレスペイ明るさリフレッシュレートも同じです もうしばらくこのウルトラシリーズ6.8インチのディスペイを搭載しておりもうここは携帯しやすさそして使いやすさという点その辺を考えてもこれが最大クラスのディスペイサイズという判断なのかもう数年間ディスペイサイズは6.8インチのまま変更はありません今回の最新モデルもその6.8インチを踏襲した形になります 本体のサイズは幅 79mm、高さ 162mm、厚さ 8.6mm。重さは 233g と、やはり本体のサイズが大きい分、それなりの重さになります。バッテリーは5000万画素。あそして、このモデルのみカメラが他のモデルと違います。まずメインセンサーは2億画素のセンサーとなります。それに加え、1000万画素。 5,000万画素1200万画素のカメラつまり背面側には5機4つのカメラが搭載されている形になりますカメラの構成としてはあこちらも他社のスマートフォンとは少し特殊な構成です広角超広角望遠があるのはあ共通するところではあるんですが実は望遠カメラ広角倍率の異なる2つの望遠カメラが搭載されています この辺の特徴も後ほど詳しく見ていきたいと思います。あとはオートフォーカスのシステムとしてこのモデルはレーザーオートフォーカス対応となります。インカメラにつきましては他のモデルと同じ1200万画素。防水だったり生体認証の仕様も同じです。充電は 45W ということで、えー、中華メーカーのスマートンなら a もう1 0 0 w を超える充電に対応したものもありますがやはりこの辺は スピードというよりは安全性を重視しているのかこの最上位モデルでも 45W の充電にとどまっていますシリーズの中でこのモデルのみの特徴としましてはカメラ性能というところもありますがもう一つ重要なポイントとしてこの S ペン対応血圧にも対応した S ペンに対応しているというのがこのモデルの特徴です、まあ、このモデルは ギャラクシーノート以前あったギャラクシーノートシリーズの後継モデルにあたりますのでその辺の特徴を引き継いで S ペンに対応しています S ペンは本体の中に収納することができるようになっています本体のサイズそれから大きさが他のモデルよりも大きい理由としましては実はこの S ペン対応というところも一つ挙げられますあとはもう一つ今年のモデル特徴的なところが一つあってこちら チタンモデルとなっています本体にチタンを採用したスマートフォンアンドロイドでは過去になかったわけではないんですがどうしても加工精度とかコストとかそういったところから採用されないことが多い素材ではありましたがあーこのモデルはチタン素材となっていますですので質感などアルミとはまた違った質感がある高級感のあるモデルとなっています ということで以上が詳細なスペックとなります。まあ噂されていた通りといえば通りなんですが昨年のモデルからバージョンアップしたというよりはマイナーバージョンアップ程度にとどまっておりもうこれら S シリーズは十分すぎるほど性能が高く完成度の高いモデルとなっていましたので大きな性能向上というよりは 細かいところをブラッシュアップしたというような構成となっていますでは外観とか特徴などそういったところもご紹介しつつまた昨年のモデルとどういったところが違うのか S23 シリーズと S24 シリーズその辺の違いも見ていきたいと思いますまず S24S24 プラスデザインとしてはこんな感じ、まあ、特徴としてはより 角ったたデザインとなりましたですので、まあ、iPhone 風のデザインに近づいたというか、このエッジの処理とか、こういったところを見ても、もう最近の iPhone 風のデザインとなっています。iPhone とは違うところとしては、背面のカメラの並びが違うとか、あとはインカメラがこのようにパンチホールタイプになっているとか、こういったところに違いはあるものの、やはり 全体的なデザインの傾向としては iPhone 風のモデルになったというか、まあ、これが今のスマートフォンのトレンド的なところでもありますのでより今風のデザインになったという感じはありますただしそんな大きな変更点昨年のモデルからの大きな変更点というのは少ないのが特徴です機能的には上位の S20 の Ultra もその他の S23、S23 プラスも共通するところが多く Galaxy 独自の機能というよりは Google の最新の AI 機能なども取り込んだモデルになっています例えばこの画像補正の機能などがまさにそれでこのように被写体に映り込んでいるものこれを位置をずらすことができたりあとは音声この文字起こしの機能だったり翻訳だったり あと、この辺がちょっと面白い機能です。指でこのように囲った部分を検索することができる機能というのも用意されています。例えば、写り込んでいる服を指で囲って検索して、その人が着ている服がどのブランドの服なのか、そういったところもネットですぐに調べることができます。 あとは最新の CPU を搭載していることによって、えー、もともと十分高速だった昨年のモデルからより高速になります普通に使うのはもちろんのこと動画編集のような重たい処理をするのはもちろんまたゲームとかあそういったアプリ面重たいアプリを回転を動かすというところはあるんですがあーもう昨今のスマートフォンは AI の機能を多用しており また AI もサーバー上の処理に頼る部分だけではなく本体の中で処理する部分もありますのでそういった AI をより高速に動かすためにもこの最新の CPU を搭載したというところは大きく低スペックなスマホよりもはるかに快適に AI 機能を活用することができますあとは引き続きカメラ性能も高くこのモデル ズームとしては1倍、2倍、3倍、この3つのズームを変更しながら撮影することが可能となっています。こんな感じ。ズームも普通の光学ズーム、それからデジタルズームだけではなく、AI ズーム機能というのが活用されており、本来ならば、 デジタルズームを併用した場合は画質が荒れてしまうんですがその画質の荒れというのも AI の機能を使って最小限にすることができますのでズームしても画質が悪くならないそういう撮影が可能となりますあとはこちら HDR 撮影こちらも利用することができます この辺も AI の機能を使って暗い部分、黒つぶれしないように撮影し、なおかつ明るい部分は白つぶれしないように撮影するということが可能になります。あとはやはりこういった AI を使った機能、この画像編集機能などによく活用することができます。少し面白い機能としては、画像を回転させた際、どうしても発生してしまう弱く部分、 これのように余白部分は自動的にその部分を埋めるような画像を生成して保管することができたり、あとは先ほどご紹介した映り込んでいるものの位置を調整することができたりと。本来ならば画像編集ソフト、パソコンの Photoshop などで一度切り取って、それをコピーペーストで貼り付けて、なおかつ切り抜いた部分の画像を保管して、 というなことをしなければいけませんでしたがそれが簡単なステップでスマホの中だけで完結させることができますあとは囲ったものを検索する機能この辺も AI の機能を活用しまあ実は以前から似たような機能はありはしたんですが Google の AI の機能を活用していることによってより精度の高い検索が利用できるようになりました この辺の機能につきましては S23、S23 プラス、そして S23 ウルトラ共通の機能となっています。ただし、S24 ウルトラだけやはりカメラ性能、それから機能的には多くなっています。ここからは最上位モデル S24 ウルトラ、こちらの特徴をご紹介していきます。な、ま、ん、あ、といってもペンに対応しているということで、先ほどの囲って検索する機能につきましても、 ペンで検索できますのでより快適に使えるということになりますあとはこちらボディはチタン素材となりましたので質感も他のモデルとはまた一つ違った質感となっています本体もよりかくぼったデザインとなりました ただし、この局面、側面につきましては、若干カーブしており、持った際手が痛くなりにくい形状となりました。ただし、このディスプレイ部分はほぼフラットになりましたので、この方がより使いやすくなっているかと思います。従来モデルにおきましては、エッジディスプレイを採用していました。実は S22 から S23 に変わる時にも、よりフラットいうディスプレイになったんですが、まだまだここ。 角の部分がカーブしたディスペイがこの昨年の S23 シリーズは採用されていましたですので角の部分にこの S ペンで何か文字を書こうとするとペンがこの外側に滑ってしまうというところがまあギャラクシーノー的に使おうとした場合使いにくいところではありましたそれが今回のモデルはどうなったかと言いますとこのようにほぼディスペイペン分はフラットとなっていました これによってスムーズにまでペンで文字を書くとかそういうことにおきましても使いやすくなっていますこの辺の変更点はとても好感の持てる変更点となっていますあとはこちらここも先ほどご紹介しておりフラットリスペになったことによって S ペンでの書き心地 効果向上していますので、とにかくこのペンを対応される方にとっても今回のリスペイの変更、これはとても嬉しいところと言います。で、この最上位モデルと言いますと、やはり何といってもカメラ、効果は特徴です。この最上位モデルのみ、背面側に5つのカメラが搭載されています。上から順番にご紹介しますと、まずこちらが1200万画素の超広角カメラ。その下が 光学カメラでこちらは2億画素のカメラとなります。これがあメインカメラとなっています。あとはその下に5000万画素のお望遠カメラ。望遠カメラは光学10倍となります。さらにはこのモデル、望遠カメラがもう一つついています。望遠カメラはあこの1000万画素。3倍の望遠カメラとなっています。 あと先ほどカメラ5つと言ってしまいましたがカメラは合計4つですこの最後の1つはカメラではなくセンサーとなっていますインカメラの方はパンチホールタイプの1200万画素のセンサーとなりますですので繰り返しになりますが広角超広角5倍ズーム3倍ズームこの構成となっています ちなみに昨年の S23 ウルトラはどうだったのか。そちらもチェックしておきますと、昨年の S23 ウルトラのカメラというのはカメラの個数としては同じでした。そしてカメラの仕様はどうだったかと言いますと、こちら。1200万画素の超広角。2億画素の広角。10倍の1000万画素。 3倍の一千万画素こういう構成となっていました。ですので、えー、超広角、超広角、超広角、10倍3倍という構成でした。今回のモデルはと言いますと、広角、超広角、10倍3倍ということで、えー、この辺実は同じとなっています。ただし、 細かいところを見ていきますと昨年の10倍のカメラは1000万画素でしたが今回の S20 をオーロクにつきましてはあ10倍はこちらあ5倍ですね5倍は5000万画素になっていますあよく見るとこの倍率も変わっています高学5倍と高学3倍昨年のモデルは 光学10倍と光学3倍と3ですので、すのこちら、高額ズームのーよりズーム倍率が高い方が5倍に変わっていますので、まあ、確かにこれは理にかなっているように思います。というのも10倍となりますと結構映る範囲が狭いというかそこまで遠くを映したいというシーンは少なく5倍の方がより実用的ではありますので、えー、この辺は結構いい変更点だと思います。 そういうこともあり、一番多用されるズームレンズというところもあり、高画素な5000万画素のセンサー、これが採用されているのかもしれません。ここは一つ、今回のカメラの大きな変更点の一つと言います。繰り返しになりますが、昨年のモデルは高額10倍の1000万画素カメラが採用されたところが、今回の最新モデルでは高額5倍。倍率は半分になりましたが、5000万画素と。 5倍の高解度センサーが採用されておりここはカメラの変更点の上では一番大きな変更点となっていますまたメインセンサーにつきましては引き続き2億画素のセンサーが採用されていますのでこのような写真を撮影してクロップしてもここまで鮮明に毛の一本一本までちゃんと写っているそういう写真を撮影することができます あとは暗視撮影の性能も高くなっているようでこのように暗いシーンにおきましてもきれいに撮影することができますどうでしょうか本来ならばこの暗い部分というのはノイズが結構乗るんですがその辺の処理もきちんと行われているようでセンサーサイズが小さいのでノイズが出てもおかしくないというか本来はノイズが出ているんですがこれはデジタル処理で AI を使ったデジタル処理で補正されていますので ノイズが出ているところもきれいに処理されておりこの辺もより使いやすくなっていると言いますこのナイトモードは写真撮影だけでなく動画撮影時にも有効になっており動画もこのようにきれいに撮影することができますどうでしょうか本来は暗いシーンシャッター速度がかなり落ちてしまい カクカクした映像になるんですがこのギャラクシー S24 ウルトラで撮影した暗所撮影の動画を見てみますとカクカクしているところはなく滑らかに撮影できていますのでシャッター速度を落とさずに撮影しているということがわかるかと思いますこの辺は結構使いやすいのではないかと思いますアクションカムなどもこういった暗いシーンは苦手ですのでアクションカムで撮れないような暗い場所での撮影 それはこの S24 ウルトラを使えば快適にできる。まあそういう仕様となっています。あとは機能的なところは S23 などと同じです。Google の AI 機能を活用した部分を取り込んでいますので、えー、囲って検索するとか、翻訳するとか、こういったところも快適に行えます。あとはシリーズを通して高速なディスペイ、MAX120Hz のディスペイを搭載していますので、 ゲームなど動きの速いコンテンツこういったものを行うのも快適に行えるそういうモデルとなっていますということでいかがだったでしょうか今回は3つのモデル Galaxy S24 S24 Plus S24 Ultra サムスンの最新の S シリーズそれが発表となりましたのでご紹介しましたまあぶっちゃけ 何か昨年のモデルから大きく変わったのかというとデザインも含めそんな大きく変わったところはないんですが細かいところさらに AI を対応するような機能が追加されたりあとはカメラ性能だったり CPU の処理性能だったり細かいところが各機能一つ一つアップデートされたそういう印象のモデルとなっています。 S24 ウルトラにつきましては、カメラが昨年のモデルの10倍だったところが5倍に置き換わったことによって、より望遠撮影もやりやすい、そんなに超遠くを撮影するということはめったにないので、まあ、少し離れたところにあるものをよりきれいに撮影できる、そういう仕様となっていますので、この辺ぜひとも購入したら検証してみたいところと言います。 なお、今年もマサル・ギャラクシー購入を予定しています。まあ、言うまでもなく、マサルが購入するのはこの最上位のギャラクシー S24 ウルトラとなりますので、このモデルのカメラ性能だったり、あとは処理性能だったり、そういったところは、またしばらく先にはなるかと思いますが、実機デビューでお届けしたいと思います。その辺気になる方は、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回は以上です。